とっても料理がうまいんだ。ラルフの出世も目の前だ。ヘイ、ジャネ、君に言いたいことがあるんだ。君が他の子を仕向けブーケを取ったとき、とっても素敵だったよ。ラルフは僕らのことさ、話し合おうよ。Go, go.
Good afternoon, ladies and gentlemen. ようこそ当劇場へ。さて、よろしければ、私が皆さんを奇妙な旅にお連れしたいのです。それはいつもと変わらぬ夜のことでした。心身ともに健全な微笑ましいカップル、ブラッドとジャネットは11月の夜、かつての恩師ドクター・スコットのところへ仲人を頼みに出かけました。道すがら、暗い雨雲が空を覆い、その上、車のスペアタイヤは空気が抜けていました。しかし、幸せの真ん中にいる二人には嵐など何の苦にもなりませんでした。二人にとって大事な夜、その夜が一生忘れられない夜になろうとは、彼らはもちろんお釈迦様さえご存知ではないかと。あれ、変だな。どうしたの、ブラッド。道を間違えたらしい。もうちょっと先まで行って戻る道を探してみるよ。チキショー、パンクだ。そうだ、ちょっと戻ったところに明かりが見えたっけ。あそこで電話を借りるよ。君はここで待っていたまえ。私も行くわ。二人で寝れることないよ。一緒に行くわ。もしあそこに綺麗な人がいたら、あなたは永久に帰ってこないかもしれないわ。バカだな、ジャネット。愛しているのは君だけさ。ビロードのような暗闇の中で光る星が私たち「
踊りましょうよ。なんだか気味が悪いわ。ああ、でも電話を借りなきゃ。はい、こんばんは。こんばんは。車が故障して困っているんです。電話を貸していただけないでしょうか。ずぶ濡れだ。え、雨が降ってるものですから。そう、どうぞ中へ。ご親切に。どうも。こうしてぺちゃんこになったタイヤとアラスが二人をこの館へ導きました。二人にとって果たしてこれは幸運だったのでしょうか。この館には怪しげな雰囲気が満ちていて、二人に不吉な予感を与えました。しかし目的地にたどり着くためなら藁をもつかみたい二人だったのです。ここでお待ちを。怖いわ。この館は一体何なのかしら。金持ちの別荘か何かだろ。君、震えてるよ。ずぶ濡れですもん。触ってごらん。壁の中のヒーターが効いてるみたいだ。上着を脱いで乾かせ。僕は葬儀屋を探して。冗談だよ。大丈夫さ。僕が一緒だから心配することないよ。多分雨か。いけなかった。
のぞくけど、余裕は残しとくわ。心配すんなじゃなくて遊んでやろうじゃないか。いいタイミングで切り札を出せばいいのさ。トランプやってるわけじゃないのよ。本当に大丈夫だと思う。ああ絶対さ、何をするんだ。はあ、僕はブラッド・メジャース、こちらはフィアンセのジャネット・ワイス。あなたたちは、君のように、あなたブランクの奥さん。マスターは結婚などしていらっしゃるぜ。多分これから。じゃあ彼もラッキーってこと。私たちラッキー、あんたもラッキー、彼もラッキー、みんなラッキー。エディ以外はね。エディ配達に来る子よ。配達の仕方が良くなくてね。ご主人様はそのご援助なさりたかっただけでして。へえ、つい昨日の。ブルーバラにされたのは。驚くべきこと、時は流れゆく。狂気は通行税を払う。でもよくお聞き、ちょっとでいいから、とうとうし続けなくちゃ。私を時と巡らしながらやられたら。左へどんと飛び、右へ続いては。I'm not afraid to die.
心の鍵を外して、心の鍵を外して、ちょうど終わりの始まりのように。わかるかしら。いや、ただの言葉の遊びさ。何か飲み物でもいかが。結構です。あら、そう。でも新しい顔を見るのは楽しいわね。マジェンタ、コロンビア、リフラフを手伝ったわけ。ブラッド・メジャースです。こっちはフィアンセのジャネット・ボイス。よろしく。まあ、なんてチャーミングな下着かしら。さあ、これを着てちょうだい。もっと自信がつくわよ。お客様は珍しいから、せいぜいおもてなしさせるわ。おもてなしだって。僕ら電話を借りてきただけです。それなのにあなたは無視したんじゃありませんか。感謝してちゃいけないわ。感謝だって。ブラッド、あなたって強いのね。男らしさの完璧な日本みたいよ。じゃあなった、あなた鼻が高いでしょ。ええ、まあ。あなた入れ墨してる。とんでもない。あら、そう。あなたはマスター、準備 OK です。あとはお言葉を待つばかり。今夜天国が私のものになるの。まあ、素敵。本当に奇妙な出来事、運命のシャレ、決定的瞬間とでも言うのかしら。全てが真っ黒で何も見えない。あなたは壁際に追い詰められて罠にかかり、逃げ道もないパニック状態。たとえあったとしても戻れない旅。行く先は海の底。やがて突然問題は解決するの。なんて間抜けなおバカさん。答えはずっとそこにあったのに。ただそのためにわずかなヒントが必要だっただけ。アクシデント。こうして私は秘密を発見した。あの捉えどころのない線、人生の吐息。そう、私は知っている。生命の鍵を握っているのよ。わかるかしら、ブラッド、ジャネット。あなたたちはラッキーよ。音波発信装置のスイッチを入れて、リアクターパワー、メモリ3まで上げてもらって。ブラッド、大丈夫だよ、ジャネット。Bye.
長い間苦労した甲斐があったわ。私の可愛い坊や、愛してるわ。やめてくれよ。成功。さあ、紹介するわ、ロッキー。こちら、リフラン。はい、ロッキー。はい、マジェンタ。はい、ロッキー。はい、マジェンタ。コロンビア。こちら、ロッキー。バイバイ。そして、ブラッドとジャネット。はい。どう？素敵でしょ、ジャネット。悪いけど、私、筋肉もりもりって好きじゃないの。あんたの好みで作ったんじゃないわ。ボディビル協会の認定書付きよ。44キロの弱虫が地面に叩きつけられ、ガールフレンドに笑われて、彼は一大決心をした。ジムに通い頑張れば腹を伝う汗の玉、すっきり清潔マッサージとサウナで素敵なスタイル。食を食べ、生卵を飲み、腕も肩も足も鍛え上げた。雑誌の広告に呼ばれた花の結果、私の失敗作よ。彼には素朴な良さはあったんだけど、ただ筋肉がなかったのよ。肩幅や太もも、腰のゆっくり
大丈夫だよ、じゃあね。大丈夫。そうだといいけど、私とても怖いの。あなた！私よ、立ち上がれ。けどまだ、鬼！ブランドどうしたの？別に、何も。私を騙したのね。じゃなきゃ私、絶対に。分かってるわ。でも、楽しかったでしょ？素敵よ。ジャレット、あんたはそうして感動的で。いや、やめて！ブラッド、助けて！しぃ、ブラッドはもう眠っているわ。こんな姿、彼に見せてもいいの？こんな姿？どんな姿よ？悪いのはあなた、あなたがみんないけないんじゃない？ヘルモンじゃないし、楽しかったでしょ？になったからって罪にはならないわ。さあ、もう一度やり直しましょう。ブラッドに言わない？もちろんよ。私黙ってるわ。
身を任せたからって罪にはならないな。さあもう一度やり直しましょう。誰って言わないかい？もちろんよ。私黙ってるわ。マサ、実験室が空っぽです。ロキが逃げました。あら、まあなんて。すぐ行くわ。さえとケレバ、この二つの小さな言葉、ジャネットの心の中で何度も何度も繰り返される言葉。しかし後戻りするにはもう遅い。まるで巨大な津波に乗ってしまったようなものです。それと戦うことはあまりにも愚かしい。残された道は彼らに鉢を合わせること。そうすれば生き延びられるかもしれない。あ、君か。あら、ロッキー、何をしてるの？僕は奴だから逃げているのさ。あいつらは怖い。フランクがなぜ僕を作ったか分かっているんだ。でも僕は彼の望み通りになる気はないんだ。だけどそうすると一体僕は何をしたらいいんだ。ここでは全てが狂っているんだよ。予感がするんだ。僕もエディみたいになるんじゃないかってね。まるで悪い夢を見てるようだわ。筋肉男は嫌いって本当？あのリップグロス持ってる？私はブラッドと婚約してるの。ベティとラルみたいに。でもフランクのキスは素晴らしかったわ。やけどしそうなキス。目の前にブラッドの顔が見えたのよ。心ではノーって叫んだわ。でも私の唇が上に飢えていたの。愛されたくて、愛し抜かれたくて、はあ、私の体は興奮に波打って。ブラッド、あなたに悪いことしてしまったわ。この部屋は僕にとって子宮なんだ。そうね、本能なのよ。あなたは安らぎを求めてここへ帰ってきたのよ。ああ、ブラッドはどこ？彼女はテレビモニターのチャンネルを狂ったように回しました。ジャネットの心は嵐のように揺れていました。スクリーンには人影のない廊下や部屋の映像が映し出された。そして彼女はフランクのベッドルームを見てしまったのです。人を信じちゃいけないよ。フランク、あなた、なんてこと。セックスについての話が元で両親の呵責に苛まされているとき、その犯罪者が同じような罪を犯した恋人に対して同情的になるのは当然のことです。しかし感情というのは不合理で強力な主人です。それを思うと彼女がその奴隷であるとちょっと疑問なのです。どうしたの？話してちょうだい。じゃあ、ね、私は気がめいてしょうがなかった。キスならしたことあったけど。キスしかしたことないの？
ちょっと目を離しすぎ、逃げたのです。モニターでお探し。ほんの少しの時間なのさ、心が石に変わるのはワインが甘ければ甘いほど別れは辛いものさ。泣かないで、もう明日新しくなるんだ。変わらず僕に電話しておくれ。ほんの少しの時間私のロッキーを汚してくれたわね。ああ、ロッキー、どうしてお前は。マスター、お客様です。ドクタースコート。ご存知ですか、この地球。
僕の恩師です。そうなの？じゃあ偶然の出会いではないのね。そうか、目的があってあんたたちはここへやってきたのね。それは違う、車はパンクしたって言ったでしょ。それは覚えてるわ。でもプラット、スコット博士、この名前は確か初めてじゃないわ。ここの科学の先生でした。そして今は政府の仕事をしていらっしゃる。そうね、ブラッド、いわゆる UFO とかの捜査局にいらっしゃるんでしょ。もしかしたらよく知りません。マスター、邪魔者は今館に入ってくるところです。禅の部屋に入ったわね。出口は全部閉めて、ドアもよ、声通じるのだけ残しておいて。ビフラン、ロッキーとジャネットをここへ、こう社交の場にしましょう。3人の予期せぬ訪問者がフロアショーで楽しませてくれるわ。演出は私。ハイホー、シルバー、ドクター・スコット。ブラッド、こんなところで何をしてるんだ。はっ、お芝居はやめてちょうだい。これはあんたの計画の一部なんでしょ。彼と彼の女、あなたのためにここの様子を探りに来る。悪いけど計画を変えなきゃダメみたいよ。それぐらい融通きくでしょ、偉大なるスコッティ・スコット、エブリ・スコット博士。いや本当にブラッドがここにいるなんて。それにこのいろいろな仕掛け、これほどソフィスティケードされてるとは。でしょ。君は何やりたいんだ。いいんだよブラッド。この機械は何だと思います、先生。見ただけではよくわからんが、どうも地球にない金属でできているようだ。ドクター・スコット、じゃあねえ。ロッキー、ドクター・スコット、じゃあねえ。ロッキー、ドクター・スコット、じゃあねえ。ロッキー、おやめ。ロッキー、よくお聞き。お前を作ったのはこの私だよ。お前を壊すのだってプラグを抜きさえすればいいのよ。我々をエディと同じ目に遭わすつもりだな。エディ、さっき会いました。ひどい顔してましたよ。エディのことご存知なの、スコット博士。たくさんのことをわしは知りすぎているようですが、エディはたまたまわしのおいでして。ドクター・スコート。そうだよブラッド、わしの妹の息子だ。彼が悪い仲間と付き合っているのは知っていたが、想像以上にひどい連中だった。宇宙人だったと。話してください。生まれた時から厄介者で、母親の悩みの種、何をして
ディのためにお祈りしましょう。彼の運命は袋の中。エディ、ゴミ箱に捨ててくるわ。君はなんてことを。さあ、これでみんなは動けない。私の足、足が変だわ。わしの車、車が動かない。おかしいぞ。その通りじゃ。恐怖に震えるがいいわ、お化けさんたち。オッケー、スタートだよ。ディフラン、音波効果業第一プログラムにして、レベルはゼロ。やろう。音波交換器は何だって言うんだ。わしなんかが音波振動に大変な輸送電環境考案したんだぞ。そういう言葉だよね、ベイビー。どういうことだ。我々が研究していたことなんだ。仕上げの方法を彼らが見つけてくれたら、純粋な物体を破壊して宇宙へでもどこへでもその向こうへ飛ばすことのできる方法だ。おそらく時の彼方にさえ。私たちを他の惑星へ送るつもり。プラネット、シマネット、ジャネット、行ってよ、オリコになって。ジャネットはあんたのあそこはフルバーク、頭を冷やして。ジャネットは私はあんたに種をまいたわ。それであんたは十分でしょう。鐘の音頭の中で聞いた。頭を冷やして、ジャネットワイズ、おふくろになって。ジャネットワイズ、交換器がんたを誘惑する。そのうちなれるわ、メンタルマインドファックの席の。頭を冷やして、ジャネットワイズ、オリコになって。ジャネットワイズ、オリコになって。そして彼女は叫ぶ。そんなに熱くならないで、からしを塗ったみたいに。フロア車の準備を手伝ってあげる。本当に楽な仕事じゃないわ。笑うことさえつらい。ああ、なぜ私の子供たちは皆私に逆らうのかしら。ロッキーまでエディと同じ。二人の脳みそを分解するとき、きっと失敗したんだ。もうこの世界が嫌になったわ。いつになったらトランシルバーニアへ戻るの。マジェンタ、そして兄さんのディフラン、あんたたち二人にはとっても感謝してるのよ。よく使えてくれたわ。そのお礼は十分に。そんなものいらないわ、マスター。いいえ、たっぷりあげるわよ。さあ、お客様は不安がってるから。
と言うべきでしょうか。ブラッドとジャネットはスコット博士と出会いました。しかしそれは彼らのうち誰一人として予想しなかった状況の中で起こりました。二人は婚約を誓い合ってから数時間で禁断の好みを味わってしまったのです。これ以上どんな侮辱を受ければいいのでしょう。そして例の音波交換器はフロアスはどうなる、一体どうなるのでしょうか。ただ一つ言えることはピクニックのようには行かなかったということ。人生が僕だけじゃダメだ。
くとき言葉はそれだけ戻ってきたいと思ってる笑いや心は自由何か誤解してるようだな、フランケンファーダー。用意しろとは、マジェンタに言ったのさ。いいかい、君はここに残るんだ。少なくとも魂だけは。いやいや、レーザーだ。そうです、スコット博士。純粋抗体の光線を吐き出すレーザーです。彼を殺す気なのか？彼は何をした？エディを見ただろう。社会は安全でなければならない。その通りです。さあフランケンファーター、もう時間だ。みんなに言いたまえ、さようならと。そして言うんだ、忘却よこんにちはとね。私は好かれてなんかいなかった。誰一人好いてくれなかった。見たじゃないか、この暮らし。私はこうするより仕方がなかったんだ。君は正しいことをしたんだよ。スコット博士、おいごさんのことはお気の毒でした。もういい、いいんだ。お帰りください、皆さん。帰れるうち。この館は焼き払います。我々は故郷トランシルバニア惑星に帰ります。トランシルバニア銀河系の。さあ早く。私の美しい妹よ、我々の使命はほぼ完了した。さあ輸送クリスタルを動かすよ。ああ、帰れるのね。麗しのトランシルバーニア、夜の国へ。さあ、今一度、我らの歌を歌い踊りましょう。ピダリへ飛んでちょうだい。腰骨を突き出し。ああ、私たちの世界。レッツドゥTime, love, again!
思う、ブラッド。何をですか。いや、彼らのことだよ。あまりにも、なんていうか。あの、
2時からの公演はこれで終了いたしました。玄関でキャストが待っておりますので、どうぞご退場くださいませ。